皆さんこんにちは、伊沢です。それではこれは31回目ですね。もういつの間にか30回を超えてましたの、シビラゼーション5試験を始めていきたいと思います。もうカルタゴ、これはインドのあたりに作られてますね。まあこの辺は平和なもんです。さて問題はこちらですね。スコー隊をなんとか、制圧したいんですが、さすがに首都だけあって硬いです。ちょっと足りない感じですね、制圧には。これじゃ作ったばかりの爆撃機ですね。おそらくいけるはずです。これで行ってみましょう。よし。ということで、シャムの首都であるスコータイを占領しました。都市を併合します。ちなみに首都はですね、壊滅させることはできません。というわけで都市を併合します。視界が一気に開けましたね。シャムはこのビッサヌロークという町に首都を移したようです。この星マークが、首都の印ですね。これ雲に覆われてますが、まだ北の方にも町を残しているようです。というわけで、カノン砲を撃破しました。ムアンサルアンという町が北にありますね。おそらくこれ、この広さだと北には2つ以上、ひょっとしたら3つぐらい町があるかもしれません。首都は落としましたが、まだまだちょっと。シャムとの戦争は続きますね。これ戦艦から届きますね。というわけで攻撃しておきましょう。スコータイは、まあ、戦争のせいでひどい飢饉になってます。早いところ回復し、させたいですが、ラムパーンに、もう戦力はそう必要ないと思うので前に進めます。もうラムパーンはほぼ、直接攻撃されることはないと思います。念のため戦艦、念のためというか現段階で動かしようがないので戦艦はここに置いてますが、戦艦、やっぱりこれ移動させましょうか。太平洋を渡って、
ちょっとインド洋ですかね、の辺りまで移動させます。さて、こちらは、エジプトですね。ではテーベへ向かって進撃しましょう。ん？あ、守りが全然いないですね。ではテーベに攻撃していきます。うん、さすがにスコータイほど硬くはないですね。おそらく次のターンには占領できるでしょう。なんとか、このコロンボの救援に行きたいところですが、ちょっと難しいかもしれません。その間にメンフィスという町が一つあるので、もしかしたらこのエジプトに占領されるかもしれないですね。上の方に現在ある資源が表示されてるんですが、石油が全然ないですね。石炭も少ないです。あ、コロンボ結構強いですね。なんとかこれは自力で追い返してくれますね、これだと。そして、レーダーの研究が完了しました。これで爆撃機をアップグレードすることができます。逃げていきましたが、シャムのライフル兵まだ届きます。戦艦の射程広いですね。さて次は連合部隊、これで戦車の生産が可能になります。ペニキシリンの研究で海兵隊、まあでも歩兵より弱いんですね。ただ海の向こう
海の向こう側の国を侵略する際に役立つという、まあ、特性があるようですが、ここはロケット砲が欲しいので、ロケット工学にしましょうか。これは移動速度の速いゲーム終盤の工場ユニット。大砲の上ですね。の上位ユニットな感じです。というわけで、ロケット工学を選択します。ちょっとこのムアンサルアンという街ですね。これがちょっと近すぎて邪魔なんで、次はここにしましょうか。正直なところ、舞台を分けたいですね。第一次大戦爆撃機がアップグレードできるんですが、その前にテーベを落としましょう。これで。はい、テーベを占領しました。都市を併合します。エジプトが首都を奪われたですね。これ首都を保持している文明は残り5となった。この残り5というのはワシントン、つまりアメリカと、朝鮮、ペルシア、デンマークと日本ですね。スコア的にはもう日本が圧倒的になってきました。これエジプトの騎兵がいますね。追撃しておきたいんですが、ちょっと届かないですね。ここはしばらく回復させてから、このムアンサルンアンという町を攻撃していきたいと思います。シーサチャ習いに置いてある、第一次大戦爆撃機を爆撃機にアップグレードしていきます。大砲も移動させておきましょう。ヘリオポリスに置いてある第一次大戦爆撃機もアップグレードしていきます。結局まあ出番なかったですね、このターンは。石油が必要だ。
保有している以上の石油を使用している。この例によりこの資源を必要とするユニットの戦闘力が弱体化すると。石油、これ表示されたのは爆撃機に関してですね。石油はどこにあるのか。ここに一つありますね。とりあえず、大芸術家は黄金時代のために消費しておきますはいいとして、石油がないですね。石油のためだけにここに町を作るのもどうかなと思うんで、ちょっと石油を探さないとまずいですね。これ今攻撃したのは、シャムの石膏です。というところで今回はもういい時間なので終わろうと思います。また次の動画でお会いしましょう。